はい、今日はですね、このスタジオジブリ第一スタジオの撮影部からお送りしています。この撮影部っていうのは、実は皆さんに見てもらいたいものがあるんですね。それがこちらなんですけど、カメラさん映せますか？これ撮影台と言われています。ヤマトとムサシという撮影台2台あるんですけども、これはこの自前のスタジオを建てるときに、この撮影台を作るためっていうのが、これが実は一つのこのスタジオを建てた目的であって、この第一スタジオが建ったときに撮影部っていうのが生まれています。この今や撮影台コンピューターになってからはですね、今デジタルスキャナーとして使っているんですけども、このような場所からお送りしています。今日はですね、皆さんに、お見せしたかったものは別にあるんですね。というのはこれです。これカリグラスのアリエッティで使われた、原画がすべて収められた箱です。全部で、14の18、19、20、21、21箱入っています。これから、収蔵するためにこう整理してですね、収蔵されるんですけども、そのために今整理をしてスタジオから運び出すのを待ってるところです。ちょっとこの中身、皆さんに何か1個見せてみていただきたいなと思ってるんですけども、ちょっとこれ重たいんですが、これは大判の原画です。じゃあこれを開けてみましょうか。アリエッティの原画、今こういうカット袋に入っています。カット221から230というふうになっています。担当したのが、田村さんがちょうど担当したシーンになります。で、原画って皆さんなかなかお見せする機会がないと思うんですけど、どんなものかというのをちょっと見ていただきたいなと思います。これカットナンバー222番なんですけど、どんなものかなっていうのを見てみると、これアリエッティがこう書かれていますね。ちょうど初めての仮に出かけるシーンだと思います。アリエッティいますね。鉛筆の線でこうやっぱりこう原画ですから、すごく丁寧に書かれていて、やっぱり正直すごいなと思います。やっぱり何もこう参考にするっていうかですね、下になぞるものもないのに、やっぱこういう絵が描けるっていうのはやっぱすごいなと思っています。こちらポッドですね。ポッドのたくましいとか勇ましい顔があります。こんなになんかフレームの外まで描くもんなんだなと思います。このようなものが原画になっています。これが全部でですね、これでこの箱に入っているんですけども、カリグラスのアリエッティ全部でカット数にすると996カットあるんで、その全原画が入っています。これは貴重な、やっぱりなんていうのか、財産になるので、これからですね、ジブリ美術館の方に行ってですね、丁寧にこう、記録されてですね、これから収蔵されることになるんですけども、こうやって、ジブリ作品の過去の原画というのは一応ですね、全部収蔵しているんですね。ということで、今日はこのカリグラスのアリエティの原画、皆さんにいい機会だったのでお見せできると思ってですね、ちょっとここに来たんですけども、楽しんでいただけましたでしょうか。ということで、今日はこの撮影部からお送りいたしました。